写真をダウンロードしてもらって稼ぐ方法をご紹介します。写真 AC というサイトがありますので、そちらをまず検索します。で、こちらのサイトに行ってログインします。私はもう会員登録していますので、登録してない人は登録してから、作業を進めてください。ダウンロードしてもらう人はクリエイターになりますので、クリエイターでログインします。すると、こんなサイトがありますので、クリエイターマイページのところで、写真投稿を押します。すると、下の方に写真をアップロードしてくださいというところがあるので、こちらにアップロードしたいファイルを選択して、ドラッグ&ドロップします。で、全部、チェックを入れて投稿するを押します。アップロードを押します。最近はこんなアンケートが出てくるようになったので、まあ適当にアンケートに答えてあげて、そうするとこのように自動的に1枚選択されますので、タイトルを入力します。で、タグは5個以上入力する必要があるので、でね、最近はこんな風に AI が候補を出してくれるので、ここにあればね、選んであげると楽だと思います。で、カテゴリーね、まあ3つまで選べるんだったかな。まああまり変なのをやると弾かれる可能性もあるみたいなんで、もう最近は1個だけしか選んでないかな。で、まあこの辺はモデルを使ったりとか、これはよくわかんないけど、わかんないからここはパスね。で、コメント入れたい人は入れてもいいし、で、なんかサイト持ってる人はね、入力してもいいみたいですよ。で、保存を押すと1枚目が投稿され、で、次にこちら、これもね、配置を変えただけなので、全部同じね、今回はタグでいいので、タイトルだけね、入れて、で、ここも同じだね。で、保存。すると、もう投稿されてます。これを繰り返していく感じです。で、あまりね、同じような写真ばっかりあげると採用されなかったりするんだけど、まあ今回はね、4つぐらいだったらなんとかなんじゃねえと思ってな。まあ5つ以上だと微妙な感じがするんで、4つぐらいで止めといた方がいいかな、同じのはね。まあ3個ぐらいだったら確実に大丈夫だと思うんだけどね。で、さっきのね、まとめてドラッグ&ドロップしたんだけど、あれがね、20枚まで同時にできる感じだったかな。で、アップロードした直後はこの審査中になってて、で、多分人間が審査してると思うんだよね。結構時間かかるから、これ忘れた頃にね、メールで公開されましたっていうお知らせが来るので、で、公開されてるのはまあこんな感じでね。で、こういう風にね、結構厳しいのよ。これなんか全然手ぶれしてないものをあげてるんだけど、クオリティ割とそこそこいいのでないと、こうやってしょっちゅうしょっちゅう落とされるから、もうね、手当たり次第アップしてった方がね、確実だと思いますよ。で、まあ最近はね、こうやって家の中にいることばっかりで、
一眼も私捨てちゃったからね、スマホで撮影してるので食べ物の写真をねこうやってあげることが多いんだけど、まあ動物園行った時とか一眼持ってた時はねそんな写真をあげたりしたかな。花の写真とかね、送られてくるメールに今どんな写真がね人気があるかっていうのをヒントをね教えてくれるので、それに沿って撮ってでアップしてあげるといいんじゃないのかなと思いますよ。はい、ちなみにね、写真 AC から送られてくるメールがこんな感じです。前日ダウンロードされた数とかね、で週に1回ぐらいこのメールの内容にねどんな写真が必要だよっていうのが送られてくるんだけど、それ以外だとこういう今このような素材が人気ですっていうのがあるので、ここ見てね、まあ和風な感じだから年賀状を作るのに今は人気なのかもね。こういうところ参考にしてみたりね、富士山とかあるからどっか出かけた先のね写真をアップしてもいいと思うんだけど、場所によっては素材として許可されないところとかあるんでね、チェックが必要かな。なので無難なのは場所が特定されないような、まあこういう空とかだったら全然場所とか関係ないと思うから、そういうとこからねやっていったらいいんじゃないでしょうかね。ちなみにダウンロードの多い順で表示してみようか。これねだいぶ昔にアップしたのだけど、犬とかね猫とかあと顔とか表情があるやつ、あとこれはあれだね、干支で人気があるんだと思うね。風景とかね、花とか季節の花とか、まあ人気あるみたいですね。一回ダウンロードされると 2. いくら入ってくるシステムになってるから、2円かける833って考えたらいくらなんだ、わかんないよ。計算してみようか。このね写真1枚で1666円稼いだみたいなことになってるかな。だからいっぱいこういうのがあればね、それこそ塵も積もれば山となるでね。で私はだいたい1年間に1万円ぐらい稼いでる感じかな。なので写真得意な方はねこちらご利用いただいたらいいんじゃないでしょうか。でこれね面白いのがね、ビットコインを受け取るとかっていうのがねあるんだよね。まだ私受け取ったことがないから何とも言えないんだけど、ビットコインのね口座なんかもね作っとくとまたさらにチャンスが増えるんではないでしょうか。いつも見てくれてありがとうございます。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、バイナラー。